カール・フォン・リンデ、1868カール・フォン・リンデ、1925カール・フォン・リンデは、ドイツの技術者である。冷凍機とガス分離技術を開発した。1842年6月11日、ベルンドルフで、聖職者の息子として生まれた。1861年、スイス連邦工科大学で、ルドルフ・クラウジウス、グスタフ・ゾイナー、フランツ・ルローの下で工学を学んだ。卒業後、ケンプトンの綿脂紡績工場、ベルリンのボルジヒ、ミュンヘンのクラウス機関車工場で働いた。1868年にミュンヘン工業学校が新設されると、講師の職を受けた。1872年に機械工学の教授となり、研究所を作った。この時の学生には、ルドルフ・ジーゼルがいた。1870年と1871年に冷凍技術に関する研究をバーバリアン・インダストリー&トレード・ジャーナルに発表するとヨーロッパの醸造メーカーの興味を引き、リンデの構想による装置の開発の共同事業が始められ、最初の商用設備は1873年に設置され特許を取得した。最初の特許が商業的に成功した棒になったため、学問的な研究を中断しなければならなくなった。そのため1879年には教授の職を辞め、ゲゼルシャフトファーリンド S、アイズモスキーネンを奥手ゲゼルシャフトビースバーデンに設立した。事業は1880年代に発展した。効率的な冷凍装置は醸造業者に大きな利益を与え、1890年までに747台が販売された。需要は醸造業にとどまらず、精肉業や冷凍倉庫業に広がった。1890年に再びミュンヘンに戻り、教授の職に復帰するが、新しい冷凍サイクルの開発に戻った。1892年のギネス社の二酸化炭素の液化装置の注文は、超低温の研究に取り組ませ、1894年には空気の液化の研究を始めた。1895年に開発は成功した。1901年には液化空気を蒸留することにより液体酸素と液体窒素を分離する研究を始めた。1910年に息子のフリードリッヒと共にリンドダブルコラム法を完成し、この方法は改良されて現在も使われている。1895年に供給不足に陥っていた黒色火薬の代用として液体酸素を使用した液体酸素爆薬を発明している。研究者、エンジニアとしての活動の一方、起業家としても成功し、ドイツ国内、国外の企業とも合弁の事業を行った。英国などでの特許使用権によって、1906年にBrin's Oxygen Companyの株式を取得し、1907年にはアメリカ合衆国にLinde Air Products Companyを設立した。1910年頃には会社の経営を息子たちに譲った。1914年、エリオット・クレッソンメダル、1922年、ヴィルヘルム・エクスナーメダル受賞。1934年11月16日にミュンヘンで没した。ありがとうございます。